って。はい、すごい。若君どうですか今日のフォルダー。大返しや。こっちこっち。いやでもこうお花とかがね、りょうちゃんの顔についてたり、元気、ね、髪の毛について僕だけちょっとね。これはついてますよ。いやついてないんですよ。ついてないんですか。どう頑張ってもついてないんですけど、でもね、ほんとめちゃくちゃ。じゃあなんだろうこれ。どれが見えてる？何が見えてんだろうか。りょうちゃんとかでも前回の CG 撮影から髪の毛がもう一回元に戻ってきて、でここからまたあれでしょ？いろんなメディアでのあれが始まるから。そうだ、アルバムのが始まったらね。またあれになる、ね。青色になりますよ。毛が、ファンはみんな心配してんじゃないかな、毛のこと。いやもう髪の毛がある限りは頑張ります。すごいプロだな。すごいな。でもなんか今回こう、うん、まあアーシャと言っていいのか分かんないですけど、うん、こうキービジュアルが2本走るっていうのが僕ら初めてなので、ね、ちょっとこうなんかユニティの、うん、なんかいろんな可能性をこの2つのキービジュアルから感じ取ってもらえると嬉しいなっていうふうに思います。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ最後残ってもらって。はい、ありがとうございました。いやでも本当にね、こうやって素敵なねこうセットと、これちょっと見てください、このセットすっごい神々しくないですか。これ全部本物なんですよ。あの作り物とかじゃなくてね、このすっごいサラサラで、これが本当気持ちよくてね、ずっと触っていたくなるんですけども、そんな時間もないのでちょっと終えたいと思います。ではありがとうございました。お疲れ様でした。一旅そう、結構なかなかメロディアスになってきたよね。ここはこちら、こんなにまず元木がデモを作る、アレンジを作る、歌詞を作るという段階で時間をかけてることってないから、逆にそれだけ時間をかける意味と大きさみたいなのはちゃんと感じながらやらないといけないなというふうに思ってて、まあ実際結構詰め詰めでやってるんだけど、だからといって、うん、まあ、なんていうのかな、できる範囲でやろうとしてちゃ、やっぱ元木がそこまで時間と気持ちをかけてやってる意味を台無しにしちゃう、ないがしろにしちゃうと思うから、うん、やっぱでも家でやってるのとみんなでこうやって合わせるのじゃ全然感覚が違うから、なんかそこの意味は少しずつ気づけてきてるのかなって感じはします。なんかこの曲ってちょっとやっぱバンドバンドしようと思って、なんかどっかちょっとバンドマンの遺伝子が残ってたらめっちゃ縮こまる曲だから、ちょっともうちょっとなんか演奏体というか、あのフルオケのつもりでやってもらうっていうか、ちっちゃくならないようにした方がいいと思う。ちょっとそのハイハットのファっていう締め方のさ、ための感じとかさ、はいはい、とかっていうのもこう多分そういうエッセンス出てると思うし、若いとか特に、うん、そうだから今日の感じでレック迎えると絶対ごたつくから、そうね、各々めちゃめちゃ今はっきりあれだけど 30% ぐらいの出来だと思ってるわけ、うんうんうん、全然想像つかないから、だから家で持ち帰ってちょっともらって、うんうんうん、こういうのどうだろう、ああいうのどうだろうっていうのをなるべく連絡取り合うとか、うん、そのした方が、ちょっと歌詞についてちょっと本当ギリギリだと申し訳ないんだけど、でも、うんうんうん、演奏の感じでグッと持っていけるところはきっと少なからずあると思うから、うん、なんか今みんなちょっとこう待っちゃってる感じになってるから、うんうん、どんな歌詞が来ても俺らが大きく見させたるぜぐらいの感じの絶大なる感じがあると非常に心強いなっていう気がする。承知しました。ウィス、お願いします。もう変わってそっから。めっちゃ変わってた。頭からずっと変わってた。うん。前のとどんなだったっけ？もっと繰り返の、サビの中のフレーズ繰り返し。
はい。ちょっとアウトロの途中ぐらいまでもらっていいですか。了解しました。はいよね。いけいけいけ。それで食わなきゃ。第一感出てきた。松井さんオールアップしてよ、オールアップ。あ、そうだ。このアルバム、オールアップ。どうでしたか。ありがとうございました。今回の松彦さんどうでした。若い君最高だったんじゃないですか。もっと素直になるよ。どうですか、やってみて。いやー、怒涛の日々だったけど楽しかったです。そうね、怒涛の日々だったんで。いやでもなんかいいのできそうでよかった。一安心一安心。とりあえず助かりました。いやでも楽しかったわ。合宿みたいで。お疲れ様でした。なんか思ってた、僕が勝手に想像してたミセスのレックと違った。あ、本当ですか。もっとなんかなんて言ったらいいんだろうな、もっと佐能な、あ、佐能なレコーディングだと思ってたんだけど、感覚でいろいろやると思う。そう、結構右脳強めだったなと思って。そうかもしれない。多分フェーズ2になってよりそれが強くなった。なるほどね。メンバー的にも。はいはいはい。そうそう、めちゃくちゃ素敵でした、あの曲もドラム。いやもう皆さんのおかげですよ。いえいえ。たくさんとね、2人の力があって、でこのアルバムができたと思うので。たくさんの人に聴いてほしいですね。そうですね。本当に。聴いてほしい、早く。ぜひぜひ、ね。じゃあ、一番じっくりやるね、まず。OK。いつかは壊れてなくなるみたい。出会えた喜びもいつかは忘れて消えてゆくらしい。とても辛いけれど僕にはどうしても柔らかいところ全然柔らかくて、うん、内サビとかも全然ひ、ね、そんな引かなくていいっていうか、一番のタッチもなんか自分が思ってたより全然2巻ぐらいからちょうどよかったね。カンカンしてた。あとあれだよね、小説ぴったりにさ、ペダル外すとなんかちょっとやっぱちょっと見にくいっていうかな。ああ、一小節置いたなみたいな、引いたなみたいな感じがする、うん、ちょっと打ったに合わせて打ったら多分もっと残るから。いつか小さすぎました。どうし、どうつながるかをちょっと分かるし、惜しい惜しい、もう一回だけお願いします。Thank you.
この音はもう本当に 2A だけ 2A だけか、うん、あじゃあ 2A だけ、うん、もわっていう感じじゃなくなった。ユキパッチ、うん、やったわ。後ろのさ、コード弾いてるやつがちょっとズブってなってんのとかっていうのは、なんかどうにかなんのかな。あー、LINE でも撮ってるから。あー、OK、了解。どうにでもできるっちゃできる。ちょっと歪みが強い。うんうん。ちょっとね、し、ラ、アールがね、弱いかもね。ダーに聞こえるもんね。今日のこの幸せだけは何それ、なんでハプニング映像にするの。彼が時間を取りました。言い方。
でもすっごい素敵なピアノ。あ、本当ですよ。あれありがとう。はい、一緒に撮ったもんね。ね、そう、ね。そうそう。ああいう感じに撮るの初めて今までなかったからね、うん、みんなで丸くなって撮ることあったけど、うん、若いと2人で向き合ってっていうのはなかったけど、でもなんか曲の持つ大きさというか、うん、まさしくそのピアノが来て、してギターが来てっていうか、その意味をなんかお互いに感じながら、そうね、うん、なんかなんだろうな、ワクワクみたいな意味じゃなくて、なんかちゃんと曲を楽しみながらできたのが良かったなって思いました。最高でした。最後、大森さんは何か出ますか。このユニティというミニアルバムがフェーズ2一発目のフィジカルになるってことでね。そうなんだよ。それをなんかこうちょっとまだしっかり実感は湧いてないけど、うん、あ、取り終えたんだな、取り物は一応ね、一応取り終えたのかな、うん、だからこっからどういう風に、皆さんの元に届くようになるのかっていうのはすごく楽しみだし、なんかやっぱバラエティとかのアルバムがやっぱ今になってあの時こうだったね、こうだったねみたいな話できるから、うん、このユニティもきっと数年後そういうミニアルバムになってもないかなって思います。いろんな思いがたくさん詰まったミニアルバムを撮ることができたのかなっていう風に思ってます、うん。本当にこの約2年間の休止期間っていうのは、僕らはやっぱ復帰だったりとか、こうやって皆さんの元にこう作品を届けれるっていうのを夢見て、それをこうモチベーションにぐっとこらえてた時期だったりもするので、本当にこういう日を迎えれてとっても幸せです。りょうちゃんとかどうですか。でもね、本当にありがとうっていうのを何度も伝えたいなって、うん、いつも思ってます。本当にありがとう。大丈夫ですか。ありがとう。今伝えきれてなかった部分だったと思う。いや本当に大丈夫ですか。みんなに本当に支えられているし、早くみんなに会いたいしね。みんなからパワーもらってます。本当にいつもありがとうございます。僕たちもこれから素敵な音楽を届けられるように頑張っていきます。よろしくお願いします。ここからミセスグリーンアップルの第2章としてフェーズ2というか、フェーズ云々というのはもはや関係ないところにはありますが、新体制のミセスとして皆さんともっと楽しいことを変わらずにたくさん作っていきたいなと思っております、またライブだったりたくさんいろんな面白いところでね、ワイワイしましょう。待ってます。以上ミセスグリーンアップルでした。